ワンタッチで風間、ここはうまく収めている。そして大本、エリアの中に入ってきた、クロスを入れていて決まった。庄司ですかね、最後決めたのは庄司。いい攻撃でしたね。はい、今日の庄司、かなりフィニッシュの形にもかなり絡んでいった庄司。水さん、大木監督もガッツポーズでした。そして得点した庄司選手ですが、今日は夏休みで子供がたくさん来ていると思うので、もっとサッカーを好きになってくれるように、そしていつかここでサッカーをしたいと思ってくれるように頑張りたいと話していました。元チームメイトの市森も手を出して手にボールが当たりますが、ボールに吸い込まれて、さあ